はーい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はですね、ついに実装された鬼を使って遊んでいきたいと思います。マップは新マップだ。怒りの聖書みたいなやつ。多分合ってるよな。おい、中央に破滅トーテムあんのダメやろ。誰も見逃してくれんぞ、その位置は。さすがに。はい、一人見つけました。あれはケイトですね。爆発させていく。何してんすか。しかもなんか引っかかったし、何今の引っかかりで、なんか鬼前に比べてちょっと弱くなったらしいからな。なんかこのハンドリング性能が悪くなったらしい、このスキル使った時の。後ろ見てねえな。だけどデッドハードだった。なんでもあるんすか、板がそこに。はい、はい、この板の大きさおかしくね、でかくね、この板。気のせいか。さあ、ここでぐるぐるしたのはこの血が欲しいのもあるから、なるべく少し長めにチェイスはしたいんだ。中央壊されねえな。いや、やめよう、こんなこと言うとすぐ壊されっから。なんか今日長生きじゃないって言った途端壊れるのが破滅ローテムだから。さあ、で、はい、スキルが使える。ここはまあそこそこ回ってるけど、近くにいたのかな。これが最強パーク、連発のお付けだったら分かるんだよな。どこにいんだろう。こういう時にさ、バーベキューのチーム見てなかったこと後悔するよな。いない。中央もいないし、そこで一人いたのか。ここはいない、分かんねえ。戻るか、戻るしかねえな。そんなに悪くなくない？結構結構いかないね。あ、どうなってんだこれ。あー、届かないのこれ。ダメなんだ。はい、これは届く。でちょうど切れるけど、この人は2億 20% ストライクなんで戻ります。追いたくなかったんだけどな。この救助した人をなんならしばき倒したかったんだけど、いねえな。ここね、前の山岡邸と一緒でさ、わからんのよな、この高い草木のせいで。本当にわかんない。こうなんでここのマップを増やそうと思ったのか。で、あとなんか今スキル使ったけど、なんかそれも仕様がちょっと変わったっぽいな。何だったっけ、なんかこの、まあわかんないんで、左上に乗せときます。同じ人狙って申し訳ねえ。しゃあないんや。はい、破滅がなんかね、やる気出しまくってっから。そこに3人いんの、すごくない？今そこにドワイトがいたな。この後ろにいる、これ多分1人助けに行ってるはずだから。あー、いるね、ハゲ散らかってんね。プリントファースト、ここに板が1枚ない。はい、さあ、ただこの人をもし早めに倒したら、そのまま戻ってケイトを落としに行くか。そんな肉屋があるから、そう簡単には直せないでしょ。スマッチャックじゃない。オッケー、この人を釣って嫌がらせであっちが行こうぜ。で、回復するところを阻害しよう。あ、直しきったな。さあ、ここに血溜まってんじゃない？ないな、そんなにない。多分これそこ回してるだろ、一人。いや、ダメなんですよそこ回すの、本当に申し訳ない。もう一回蹴ったるわ。で、多分ね、今ドワイトがそこ救われるから、これを切りつけに行こうか。あ、助けない、まあ、信用はでかいからな。中央回してるけど、あっちまで信用届くのかな。あと一玉欲しいんだけど、一玉、一玉どっかに一玉、あ、あったあった、二玉落ちる。
えな。あ、今倒す音聞こえなかった、こっちのせいか。なんかそこ回してそうな気すんだよな。あ、ちょっとやってる、やってるけど、あ、行ったわ、いいタイミングね。あー、スプワか。はい、ただこれ本当に旋回精度が悪いから、あー振ってよ、そこまっすぐ逃げてんな。いやー、なんでこれ何に当たってんの。はい、これさ、気づいたわ。え、な、もう本当にここ、あ、めっちゃめっちゃ今切れそうだった。今見えるかここあ、回してんな、回してんだ、ハゲで、この人ちょっと怖いから、多分もうストライクないと思うんだけど、時間的に。あの、だいぶあっち側逃げたか。いや、これ釣れるそうじゃね、いけそうじゃね。こっから発電機すげえ回るけど、いや、いけるな、このハゲ。私はストライク持ってますって顔してるけど、時間的に大丈夫だろう。はい、あっちが逃げてんな。あ、フェミンが奥に逃げ、中央が回りそう。いや、これ逃げてるけど、フェミンは間違いなく救助に行けないから、この近くにじいちゃんか誰かがいそうだったんだけど、じいちゃんが救助に行ったな。はい、オッケー。分かって、じゃあ追うよ。なんなんあ、ここなんかすげえ強い構造してんな。え、なんなんなん、目の前飛ぶんじゃないの。スマ着が近くにあるわけじゃない。中央回りそうで、フェミンがあそこで一人で回してるとこも回りきりそうな。え、これどこに地下あんの。何この地下、ちょっと待って、そこに地下が見えたんだけどさ、これ発電機回されてもいいんだけど、え、これどこにあんの地下。あ、え、すげえ、何ここ隠れ家みたいなとこあんだけど、めっちゃテンション上がった。ここにフェミンがいそう。はい、こっからおじけってくから、おじけないけど、はいはいOK、 こういうことになるよな、鬼怖いところが。あ、来てない。これは先にドゥワイト起こしに行ったから、この状態で担いでると、このなんか無駄なあれなのかな、ひるみがなくなるのかな。え、じゃあ新しい地下行っていい、どうせなら。めっちゃこう気になるやん。あ、どうもこんにちは、地下です。これええな、この位置なんかいいな。さあ起きた。さあ治療失敗、ジジイがいて、ドワイトもいる。なんだじいちゃん、なんなの。板あったな、そこ。え、行かないの、板。デッドハードか、なんか違うような気がする。で、このじいちゃんは今救われたばっかだから行かずに、ドワイトの方ハゲ散らかって、そんなドワイトがいるから。オッケーオッケー、地下助けられた、血を吸いまくる。これ最後に吸ってもいいんだけど。え、自ら切られに来んのか。あ、近く一時、そう、怖い。大丈夫かな。オッケー、この人倒したかったな。違うわ、ジジイは違う、ジジイは今寝てんだったわ。え、地下で今回復してたやな、大丈夫かそれ。じゃあじいちゃん釣るか。じゃあここら辺で切り伏せたような気がするんだけど。あ、いたいたいた。
ッケー。で、人、結局体は直しきれなかったのかな。死音が一瞬してやめたのかな。まあ、発撃5台だ。やべえな。はい。じゃあ、クソビビってそう。ビータすぐ使うんじゃないかな。はい。OK。ここにいたちかましてえな。じいちゃん、まっすぐ逃げろ。そっち側共通語やなかったから、そこの板割ったっけ、板あったっけ、そもそも。はい、これでじいちゃん終わり。あとフェンミンとケイトだ。なんか中央地下が見えたから地下に釣りてんだけど、なんかあの地下なんかいいわ、本当になんかわからんけどいいわ。で、ここで5にして中央回してんだ。このハンドリングなら結構かな。ただ降りるな。どう、どっち降りる。あっ、後ろ下がれや、この状態で。走ってなさそう。この近くにいそうだな。どこにいんだろう。ちょっとよくわかんないですね。まさかやりたくないんだけどな、このゲージ持ってる状態で。共通側の方逃げたか。絶対近くにいると思うんだけど。ねえ、いるんじゃないの。あ、いたわ。はい、さすがに色的には無理やろ。終わり。さあ、この人釣っていくか。で、多分ハッチはまだ2台だから、え、出てないな。ハッチ勝負になりそう。はい。てか、そこいない？いや、わかんねえな。声でも言えないし。ここってさ、ハッチどこなん？あ、めっちゃ下に、ちょっと待って。弾あんだけど。あれ、回収して。頼む、な。回収させてくれ。え？これいる？え、違うよな、これ。前の残りだよな。まさか。いや、違うよ、さすがに。さすがにないよな。前の残りだよな。お地蔵さん今こうやって見てるけど、後ろ向くとこっち向いてんだよね、これね。怖いよな。あ、あった。はい、閉じる。はい、疲れる。スプリントバースト使う。あ、もうこっち逃げたら終わりですよ。なんかあの PTB の時のドワイト思い出すな。ドワイト自ら処刑されに来たからな。はい、はい、上から鬼2回目これ地下ついてえな。ちょっと待って、プランプランしてくれ。抵抗するな。これ地下はいけそうだけど、いやいや、この山門を見よう。山門じゃないか。この景色いいよな。山岡家の、これが山岡火山なのかね。壊れただけ。ほら、これ見て、これこうやってやって、こっち見て、あ、じゃあこっち見てたら意味で、あ、俺こう、どこ見てもこっち見てくんだよね、これ。だから、これの反対側に行っても、後ろを振り向くと、こっち見てくんだよ。これ怖くね？デッドバイデイライト七不思議に入りそう。